人が知られてる。そらしょーこら静かにせよ、こらいるな、いるな揃ってるな皆さん、今日は何のために集められたか分かりますか皆さん、大学生になって少したるんでるんじゃないですかどうですかたるんでねえよたるんでねえだろ、これお前はたるんでるよ、詳しい本日は、皆さんに大学生タルンドルを決定戦に参加してもらいます。大学生タルンデルを決定戦とは、大学受験を経てキャンパスライフを過ごしている皆さんはちゃんと勉強をしているのか、それとも遊んでばかりでたるんでいるのか、そんなタルンデル大学生タルンデルを決めちゃう試験です。今回はこちらの5チーム10名の大学生の皆さんに集まっていただきました。果たして一番遊んでばかりのタルンデレ大学生は一体誰なのでしょうか。近いぞ近いぞ、ハマるよ、カミングするな近いぞ。すごいスロスロ進んでますけど、長久保さんと笹原さん、はい、はい、もうすごい、もうはいと言いながら受け答えするんですねもうすごい、回答しながら受け答えするっていう、まあ、お二人が良かったらちょっとね、センターの点数でもね、ちょっとだいたい覚えてたら教えてもらえたらいいです。長久保さんは818 818、笹原さんは821です。821、ほほー、マークするだけでそうですね、マークするだけで、正しくマークしたってことですよねすごいな、期待できますね、これね。女の子と話すのはなんかちょっとなんか情報でもいいから。プチ情報があります。はいはいはい。こちらトマリさんです。はいはい。最近ノロウイルスにかかりました。どういう情報？そんな言うの、病気にかかったとか。大丈夫ですか、体調は？はい、大丈夫です。ああ、大丈夫です。すみません、ね。すごい待ってる。東大より待ってる。すっごい国語得意。あ、なんか他に情報ありますか？彼の共通点として宮崎出身ってことか。宮崎出身、それもどうでもいいわ、なんか全然反映されないし。ああ、もう、じゃあ頑張って解いてくれ。カンニングするな、お前らだから。してねえだろ、さっきからこの距離でカンニングもないですから。一回もしてねえだろ、真面目にやってますからダメだね、あんたら。英語の自信ありますか？それはもうね、英語科だから。英語科だから外大の、うん、英語科だよ。カメラに喧嘩売らないからさ。あの僕と会話してるんで。カメラに喧嘩売らないからさ。自信ありますよ。あ、ちょっとはい、喋ってる。ちょっと。英語を解くには、そう、リズムっすね。リズム？お、すごい。お、何？なんもねえじゃねえか。歌えの解け早く、お前は。何がリズムだ。皆さん、試験お疲れ様でした。それではね、早速皆さんの回答を見ていきましょう。はい、最初の回答、あ、最初の、授業は国語です。よいしょ、扉を最初、四字熟語1問、次に四字熟語の意味を答えなさい。うん、これね、四字熟語の意味を答えるだけですけども、これね、第3問、佐藤さんの答え、起死回生。死んでも生きてる時のように走り抜ける。アジカンの歌詞の一部。リライク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 アジカンのじゃあもうずっと流れてました。次のことわざの意味を答えなさい。うん、ことわざのね、意味を答えるんですけども、これ連続してます、同じく佐藤さん。第4問焼き石に水の意味。出すだけ。いや、これ失礼。失礼。失礼。次の古文体
単語の意味を答えなさい。うん、これもね、すごいたるんでる答えありましたよ。これはね、最初の、古文単語最初の問題、豆豆子の意味、富澤さんの答え。小さい様子。豆豆しいからな。これ豆豆しいから。そのまんまの意味。そのまんま。オーソドックス。素直ですね。そのまま受け取っちゃったんですね。ただね、昔の意味ですからね、ちょっと変わってくるんですよ。次の問題、これ行幸って読むんですけど、行幸、梶原さんの答え。先行きがハッピー。ちょっと面白いね。萩さんの答え、行幸。よしゆき。名前でしょ。誰、おじいちゃんの名前。やばい。いや、これね、読みを答えるんじゃないですよ、意味です。はい、それでは、国語の、最高得点を取った方を発表します。国語で最高得点を取ったのは64点高崎くんです。気まず気まずまさかのね、お笑いチームから出ました。嘘でしょ、ダメなやつでしょ。東大生、東大生は東大生は東大生でしょ、今回どの国も点が及ばず。英語です。早速皆さんのね、回答を見ていきましょう。第3問ね、これはひどい珍回答が多かったです。はい、まずこれね、萩さん第1問目の問題。あ、はい、第3問こんな問題でした。次の英文を日本語に訳しなさい。うん、オーソドックス。このね、第1問目、まず問題の英文、 Don't pretend that you don't know anything about it。これはね、ハギさんの答え。そんなにそのこと知らないのに知ったかぶるな。言う方きつくない？ちょっと大丈夫、喧嘩になっちゃうから、これ。ハギさん、もっと強烈なのはね、次の問題。For here or to go? この和訳。行くの？来るの？喧嘩になるってこれ。カップルって言うから。ハギさん、喧嘩になるってこれ。なんでこんな言い方きついんですか？別にきつくしたつもりはないんですけど、読み方じゃないですか、気持ち次第。ちょっとこちら側に気持ち次第。気持ち次第、どうてみな。行くの？来るの？いや、読み方次第は確かに。読み方次第は確かにそうなると思う。まあ、キモいっていうのは聞こえてくるんですけど。はい、まあね、そういう答えもありました。じゃあ次ね、第5問目もね、なかなか問題がまず濃かったんですけどね。問題文、ドナルドはスパンダインオンザーサイドオブザーロード、カバードインビッグマックス。これのね、和訳、福田さん。はい、ビッグマックをかぶったドナルドは道に寝かされた。かわいそうだよね、これね。うん、問題文がまずね、すごかったから難しかったんじゃないですかね、これ。正解は何なんですか？正解はね、ドナルドは道路脇でビッグマックまみれになって横たわっているところを発見されたです。納得できました、皆さん。問題がおかしいじゃないですか、それ。ヘッジをつけないでください。タルンベル学生によくあるんですよ。まずね、あの人のせいにするっていうのはタルンベル学生のね、一番の典型的な形です。はいはい、気を取り出して次に行きましょう。第4問、会話がつながるように次の空欄に当てはまる10から15字の英作文を作成しなさい。うん、これもよくある問題ですね。英作文を作成してみんなに読んでもらうっていう問題です。これね、結構ひどかったんですけど、第1問、ボブ Oh my computer is out of order. I can I use yours? コンピューター壊れちゃったから貸してくれってね、マリーに聞いてるんですけどね。ここでマリーにはね、10から15文字の英作文を使って、返答しないといけないんですけど、このね、模範解答、東大の長久保さんに聞いてみたいと思います。お願いします。So bad. My computer is out of order. これですよ、皆さん。素晴らしい。これですよ。しかし、これのね、福田さんの答え。No. Your smell is so terrible. ダメ。君臭いもんって、これ。関係ないですよ、もう。僕そのものが嫌われてるっていう。福田さん、なぜ？いや、ちょっと、そういう人、たまにいる。いらっしゃる。僕も近くしてるんですからね、臭いってことはね。ボブ、メンタル強い。新回答は以上ですかね。はい、それではね、英語の最高得点を発表したいと思います。英語
ったのは83点高崎さんです。シェイまたシェイ滑ってんぞ点数滑ってんじゃないの点数またしてもね、東大生を差し置いてるの東大生東大生東大生のお二人は、長久保さん何点でした？64点なるほど。笹原さん63点です。64、63、仲いいな仲いいな、二人ここカンニングしゅんって感じだったんじゃないですか。ちょっとスタッフさん、これちょっとまあ、波乱の、テストが進行しております。続いては、社会と理科です。